そうそうそう。うまい。アウト。なんとなくいけそうですね。そこで力まずに、そう、うまい。アウト。回転かかりすぎやな。そうですね。回しすぎるんですね。で、あとはもっと脇とか、その辺意識して使えるといいな。いけるな。文字難しくしようか。オッケーやけど、左の親指の使い方が微妙やな。親指ですか。うん、なんか無理に握り込みに行こうというか。あ、でもそうですね。うん、意図的に使っとる感じがあって、本当は外に逃げたいんやなっていうのが伝わってくる。今雑やったやろ。あ、どっからどう直す？そう。あ、何をミスとんの今？ちょっと待ってくださいね。うん、言語化してみ。うちないない、うち絞っちゃうさ。うん。戻してくるときにキュッてなるんですね、うん、じゃあなんでキュッてなってしまう、それなんでうちに入る。あ、うん、今何が起きて最後ミスった。後ろ下げるのこういっちゃうんですか。1個それがあるね。はいはいはい。で、からのそれが一つの原因として、から何が起きる。こういくから、うん、まあ単純に内線、うん、するそう、その時に骨盤が左にねじれてから、ねじれた分戻してくる。そうが戻しすぎてずれとる。こっち綺麗ですもんね。まだマシ。もっと股関節としては大きく動かしたいけど、左を動かしとる時の方が骨盤は動いとるね。うん、骨盤は動かず、回旋せず、このまま、これこんなもんね、はい、反対側行こうか。うわー、ちょっとちゃうっすね。動くん分かるよな。そう、そんだけ骨盤が動いとるのさ。全然ちゃうっすね、これ。うん。どうかんないっすね。関節の動きイメージしてみ。何がどう動いとる。骨盤と大腿骨の骨頭をつないだ部分が股関節やんな、はい、そこでどんな動きが起きれば骨盤が動かずに股関節が動かせる。残しとる軸足はどう使えばいいと思う。基本は骨盤を動かさない。多少は動くけど最小限、ねじれない、体幹ねじれない。軸足の電筋使い方どうかなとか。難しい。